池上電気鉄道の電車では、現在の東京急行電鉄池上線を運営していた池上電気鉄道で使用されていた電車について解説する。お都合電車は池上電気鉄道が1922年に2両を導入した電車。車両番号はデハ1デハ2である。現在の東急池上線にあたる路線で使用された。後、1931年に全車廃車された。 1922年10月6日の池上電機、鉄道第一期線池上駅蒲田駅間開業に伴い、春円電機から譲り受けした車両である。本来は、新造の交互電車を導入する予定だったが、設計が間に合わず、急遽春円電機から2 2 2 4号の2両を調達し、開業に間に合わせた。池上電機鉄道では、お都合電車と消費車両番号はデハイ で、はにとした。書類上では1922年5月に日本車両製造で製造された車両で、新車同然の車両を譲り受けしたことになるが、池上電気鉄道の項にあるように実際は中古車であったとされている。現在の函館市電などでもそうであるが、地方鉄道や軌道計事業者では、書類と実車が合わないケースが状態化しており、譲渡された車両が、 本当に車席母通りの新車であったのか確実な証拠はない。長さ12メートル級の小型木造車体で乗降は前後のオープンデッキから行った。前後に設けたトロリーポールから終電したが、後にトロリーポール1本パンタグラフ1個に改造された。連結機は池上電気鉄道入線時には撤去されていた。伝送品は東洋電気製造製で、 主電動機は50馬力のものを2機搭載していた。デハ200系の導入によって1930年に白洋電鉄へ貸し出され、同社で波4んでハゴとなった。その後、1931年には正式に譲渡され、1967年の銅線配線まで使用された。なお、デハ203が銅線沿線であった鳥取県最白郡南部町の南部町立最白小学校で、 生態保存されていたが、2011年に、休日の丸自動車、保証時鉄道車両不関連資料一括として、鳥取県保護文化財の指定を受けたことから、2012年度から2013年度の間に、西日本旅客鉄道、後藤総合車両所で、後藤工業による復元作業を実施し、完了後は、別途一般公開が予定されている。 工業電車は、池上電気鉄道が1925年に4両導入した電車。車両番号は、出派3出派6である。1934年、池上電気鉄道が、目黒蒲田電鉄に合併されると、モハ15型へ改版された。1935年から1938年にかけて、全車廃車された。1922年の池上駅。 蒲田駅間開業に合わせて導入される予定だったが、間に合わず導入は1925年となった。形式に、項が割り当てられているのは、蒸気の理由からとされている。日本電気車両に発注して新造されたもので、お都合同様全長11メートル級、トロリーポール終電の木造小型ボギー車だが、デッキには扉が設置されており、また連結機も備えられている。 3.4が1922年、5.6が翌1923年に入選しているが、この両車は、車体長や、ボギーセンター間距離が若干異なり、5.6の方が短い。お都合同様終電装置は、トロリーポール2本から、トロリーポール1本パンタグラフ1個に改造されている。 1934年の目黒蒲田電鉄による買収で同社のモハ15系15から18となったが、翌1935年に17.18が廃車となり、17は野上電気鉄道に譲渡され、同社も波21、18は越中鉄道へ譲渡され、同社6となか、同年中に温泉電気に譲渡されて、出ハ14となる、15.16も、 また1938年に廃車された後、江ノ島電気鉄道に譲渡され、同社113.114となった。閉合電車は、池上電気鉄道が1926年に2両を導入した電車。車両番号は出ハ11出ハ12である。1933年に全車廃車された。オッツ号に続いて1923年に増備された。 日本車両制の静岡電気鉄道からの譲り受け車だが、お都合がボギー車であるのに対し平合は全長8メートル級の四輪単車である。譲り受け時点ですでに相当な老朽車であったため、他の車両が揃うと早々に旧車となり、車庫で放置されていた。1933年に廃車となった。デハ20軽電車は、池上電気鉄道が1927年に重量を。 導入した電車。1934年、池上電気鉄道が、目黒蒲田電鉄に合併されると、モハ30型へ改版された。後に全車が交代化改造を受け、1936年に4両が、左派1型へ、1937年から1940年に、かけて6両がモハ150型となった。なお、目黒蒲田電鉄は1939年に、 東京横浜電鉄へ、称号変更している、20から29の重量を、1927年に、鉄道省から木造省電で、六6310系6310から6317.63206321の払い下げを受けた者、全長16メートル級で、池上初の中型車となった、メカマによる、買収後はもは系30からとなり、 後の交代化により1936年に36から39が、左派1計1の4に、30から35が1937年、1940年の2回に、分けても、派 150K152.154、155.159から161となった。で派0 0系電車は、池上電気鉄道が1928年に考両導入した電車。この節では、 池上電気鉄道が1930年に3両導入した電車で、派200系電車についても記述する。1934年、池上電気鉄道が、目黒蒲田電鉄に合併されると、出ハ100型はも派120系、出ハ200型も派130型へ改版された。後に、目黒蒲田電鉄は1939年に、東京横浜電鉄へ、称号変更。 さらに1942年には東京急行電鉄へ称号を変更し、同時にモハ120系、モハ130系ともに出ハ3250型へ改版された。その後、1947年から1949年にかけて全車廃車された。出ハ100型は101から105の5両、出ハ200型は201から203の3両、出ハ100型は 1928年に汽車会社で製造、両形式はもともと同系車として計画されたが、貫通系だった全面が非貫通型になるなど、車体構造に若干の設計変更が行われたため、1930年に竣工した三両は別形式のデハ200型となった。1934年のメカマによる買収時にも全車引き継がれ、 デハ100型はモハ120系120から124。デハ200型はモハ130系130から132に改版。そして大東急発足時に両形式が統合されて、デハ3250系3251から3258となった。東急3000系列の一員となったデハ3250系だが、制御機に弱点があった。急登横。 メカマ系の電車は、アメリカの GE が開発した PC 系制御機の流れを組む、日立製作所 MMC や国鉄型 CS-5 などの制御機を搭載し、比較的自由に連結が可能であったが、池上引き継ぎの本形式のみは、イギリスのイングリッシュエレクトリック系のデッカー式制御機を搭載しているため、互換性を欠いて他社と並結できず、 運用面での使い勝手は良くなかった。このため3700系などの運輸省、規格系車両や、モハ63型、国電の繊細損傷車両の割り当てと引き換えに、終戦後大手施鉄各社に課せられた、地方施設への車両教室命令に乗じて、早々に整理対象となり、1948年から翌1949年にかけて全車が地方施設に譲渡された。 三千二百五十一点三二五二が、静岡鉄道に三千二百五十三点三二五八が、省内交通に三千二百五十四から三千二百五十七が、京福電気鉄道に移っている。いずれの鉄道でも、比較的大型の半高性車であったことから、主力車として徴用されたが、省内交通は九百七十五年三月の鉄道線廃止とともに、 他の2社でも1970年代後半までには廃車されている。静岡鉄道では1969年に大規模な更新修繕が行われ、窓配置はそのままに、カッター運転台、ノーシルノーヘッダー、バス窓、後半張り上げ屋根となり、前面も300型などと同様になるなど、大幅にイメージチェンジしたが、線形の増備によりわずか6年で廃車となった。 1928年に、蒲田車両で製造された四輪単車の、無害電動貨車、デト1の1両のみが存在したが、入籍していなかったとも言われている。詳細は、東京急行電鉄の機関車、貨車、池上デト1系を参照 JR 西日本の関連会社である JR 西日本テクノスの子会社、対象レトロ客車修復保証寺鉄道で使用。読売新聞。 2014年2月20日閲覧、星正自転車、修復大詰め南部町住民ら見学。日本海新聞。2014年2月20日閲覧、温泉電気への受け渡しが、東京横浜電鉄元住吉停車場構内となっており使用せず転売した可能性が高い。山本博之、温泉電気車両士、鉄道ピクトリアルナン、no. バー701、159ページ。 ありがとうございます。